どうも、エルザレトです。それではデスストランディングやっていきましょう。いや、次は毒ガスと酸素マスク。酸素マスクのことを説明するわ。空気をろ過して酸素を供給してくれるわ。防毒効果はもちろんだけど、スタミナの消費、踏ん張った時の疲労を軽減する機能もあるの。ただし酸素マスクを使用するとバッテリーを消費する。だから気をつけて使ってね。まあ、結構便利。バッテリーもなかなか良さげだね。特にっていう感じか。まあ、まずは受注しますか。あ、この辺りってことか。も何個持ってる。支給品で4つもらえる。じゃあいいか。はしごだけ。と思ったけど、意外と全部もらっていっても良さげだね。依頼が受注されました。さあ行くか。さあこっから降りていってだよ。とりあえずここ行って、どのあたりだろう。ここら辺っぽい気もするけどね。有毒ガスエリアっていう話だから、まあとりあえずこのあたりまで行くか。あとは久しぶりにプライベートルームへ行きたい。あそこ電気もあるしね。さあ、バックパックを。これだよね、マニューバーユニットって何だろう。姿勢の安定感が向上する。バランスを崩して踏ん張るときには姿勢制御バーニアが噴射し、より早くバランスを回復させる。命の衝撃も和らげ、君や荷物のダメージを軽減してくれるはずだ。素材が足りません。そりゃそうだな。こっちに取り替え。まあ結果的にっていう感じか。ちょっとルー見ていきますか。で、撮影の時じゃないんですけど、実際このルーを操すのにも特殊演出があるみたいで、まあ見たんだけどね、結構ドキッとする感じでしたね。
さあ行こう。この夢は？あ、一回見たことあるやつだね。さあ、音楽がね、流れるんでね、その後に気をつけとかないと危ないんだよね。あ、この下っぽいな。あっち側からだな。そうそうそう。ここだね。この道を進んでっていう感じか。さあ、ここから。毒ガスだね。もう階段必須と言わんばかりの。いや、階段というかロープパイルの方がいいな。で、さあ、ここのどこかにあるって感じか。さあ、時間が限られてる感じがするから。これと5ケース全部回収 OK だけどちょい待ち。掴んで、これで戻った方が早いね。ああ、ほんとこう、手袋のおかげで、登りが速くなってる気がするね。よしよし。これ外して、
大丈夫だね。いやー、回復した。ありがたい。さあ、このまま戻ろう。できるだけね、音楽があるところは避けていかないとね、会話が全部会話が台無しになっちゃうんでね。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証はクリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。いや、これは多分しゃがんでいけるか。おお、そこら辺にもアイテムちゃんと落ちてるんだね。危ない危ない危ない。ここはしゃがんでね、絶対ぶつかるから。リサイクルは、あとはノーヒント。おお、どうもありがとう。あ、早く見たい。早速確認しよう。ほんとこういうのは研究者っぽいね。文句のつけようがない状態だ。いや、全く。そりゃあね、さあ3つ目がついた。ボル系のオレンジ。あ、このオレンジはぜひつけたいね。イメージカラーオレンジなんでね、僕の中で。しかも濃いめのオレンジ。サム、回収してくれてありがとう。やはり荷物のうちの一つは再帯付きのアンモナイトだったよ。この画像と簡易的なデータはカイラル通信で本物に送った。その地層にはわずかな量だがタールが含まれていたんだ。ハートマンが予想していた。それでもう一つお願いがあるんだ。また手間をかけるが、今度はこのアンモナイトをエボデボ学者のところに運んでほしい。彼女はそこでタールの調査をしている。このアンモナイトのタールを彼女に見てほしいんだ。サム、これは貴重なものだ。回収してくれてありがとう。彼が言うエボデボ学者はタールが生命にどんな影響を及ぼすのか研究しているんだ。はいはいはい、はい、シェルター付近に設置してあるタール採取装置をピックアップしてアンモナイトと一緒に届けてほしい。タール採取装置の回収は彼女には無理だ。私たちには君の力が必要だ。採取されたタールを彼女が検証すれば DS の謎に近づけるはずだ。カイラル通信をつないでくれたおかげで箱の研究データも復活してきている。これも君のおかげだ。引き続き頼むよサム。ハートはめっちゃ感謝してくれるよね。そう、
なんか持ちすぎな気もするが大丈夫か？大丈夫そうだね。酸素マスクがいるかどうかもちょっと気になるところなんだけど、受けますか。回収してだね。一個追加。さあ、これで行こう。依頼が受注されました。結構ね、重量もいい感じに重いんで、まずここか。ここに行くなら、また雪山か。ここ降りていって、絶壁っぽいんだよな、ここ。まあ、ここまで行ってから考えようか。さあさあ、雪山へゴー。あ、の前に、セーブ。じゃあね、こっち全く下だもんね。こうだな。あそこ、まずあそこまで、あの上まで行かないとね。ちょうど落ちてるじゃん。いやー、全部とこれで施設が回れる感じかな。ただね、一回も BT と会ってないのが気になっててね。まあ、だいぶここ過酷なんで、それはそれで助かるんだけど。鳥の消費激しいな。まあ、今までいかに楽なところでしてたかっていう感じだよね。 K7 までつなげるまでね。こっちがね、もう大変すぎて。使えるものがないもんね。こっから降りていくと。よし、こっちからでも良さそうだね。まあね、こうやって結晶が多いとさ、
心配事は増えるよね。意外と降りれる。拾って、でこっちも拾って、よし。さらに拾って、これはしかもちょっと大きめ。いいね、50はでかいね。やっぱ絶壁かな。これ決まったルートがないっていうのはいいね。ここまでやってきてこのルートが正解みたいなのはないからね。そこまで、あ、ラッコフードじゃない。よし、あ、そっか、酸素マスクで外れるのか。ちなみに攻撃できるものは一応あるか。まあ斜面に気をつけながら。ここまで来たね。おお、いい感じ、いい感じ。道がいい感じに。あったー。さあ、右側にあるか。ただし嫌な予感がするな。ですよね。そんな気はしてた。久しぶりの雨。そうだね、ルーがいないとそもそも。行けないからね、このルートは。ちょっと待って。いい感じ。やっぱ倒せたわけではないのか。おお、なんだありゃ。マジで。マジで。あんなでけえのいんの？しかも1個は多分こっち方面だと思うんだけど、
しかもこっちから取った方が良かったな。まあぐるって回るか。マジか。サンプルはいいとして。さあ、死者よ安らかにと。上っぽいよな。さあ、切る。やっぱ上か。あっち側ね。さあ、まず一つ目、ここ取ったら、ここ取ってこうだね。いやー、久しぶりの BT で。おお、やばい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 。
やばい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 、いややばい、スタミナ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 やばい。あー、連れてかれた。いやー、なかなかきついな。これはボス戦というのか、それよりもなんか雑魚戦という。え、マジで。登って、そうか。とりあえず、とりあえず抜けて抜けて。さあ、一応解けたが、荷物がもう全部あっちだね。いやー、とりあえずあやすか。よーし、角ボタンを押したと思ったら全くだったね。あえて戦、荷物置いて戦って逃げた方が早い。ははは。まあでも、片方を倒せそうだったけどね。実弾が効くって言ってたけど、やっぱり、大事だね。あ。いやいや、回収する。で、いやー、いろんな意味でつらかったわ。あれは違う。これ二つ取って下だね。
よし。ハートマンの荷物もあったね。これを拾うと全部になるかな。4ケース回収。すぐ行くだけ。よし。あそこ越えるのは大変そうだな。よし。おお、めっちゃでかいのある。よし。これは80か。これもでかいね。50ぐらいかな。やった。さ、こっからだ。登っていったら、意外と。一応通っていく方が良さそうな気はするぞ。あ、まあいいや。さあ、バッテリーも気になるところだね。あんだけ慎重にしたのに一瞬で崩された感はあるけど、いやー、油断してた。 BT 出ないからと思って持ってなかったのが悪かったね。まあただそろそろだよなーっていうフラグは回収したね。ほんとね、フラグ回収するよね。こけるよなって言って前回ぐらい爆発したしね。見えてきたね。発電機らしきものが。ちょこ。いや、着いた着いた。途中ちょっと大変だったけど。ちょっとね、巻き込まれたけど。さすがね、サム。まさかこれを回収してきてくれるなんて。ありがとう。タールも保存されてる。装置を壊さずに持ってきてくれたおかげね。ああ、やっぱ良かったんだ。想像以上だわ。いやー、良かった良かった。
ああ、破損してるのもあればっていう感じか。いいっす。まあ、問題なしってところだね。安全線は悪かったな。さあ、カイラル通信をつないで。これこそが研究の第一歩ね。いや、本当、研究者は結ばないといけない理由があるから早いね。さあ、ルーの状態も相変わらず元気と。グレネードランチャー、これいいね。マジか、めっちゃ助かるじゃん。 BT 戦ありがとう。このタールがデスストランディングの現象と関係していることは間違いない。私はそう思う。トキューやタールは DS 以後に発生した。それは新しい環境の変化だと考えられる。その新しい環境に適応する形で進化できない生命はいつか絶滅するしかないでしょう。地球のあらゆる生命には遺伝子の働きを調節する領域がある。それはエンハンサーと呼ばれているの。それが進化を促してきたと言われている。その反対に生命を絶滅に導くような因子もあるかもしれない。それは絶滅因子と呼ばれている。ほう。進化するのか絶滅してしまうのか、変化した環境に置かれて生命は何らかの選択をしてきたに違いない。これまでもこれからも選択しなければならない。そう、タールの中にその太古の記憶が埋まっているはず。過去に起きた命の選択を解明できれば私たちの進むべき道がわかるわ。おかげでタールの組成や構造について詳しく調べられるようになった。成果が出たらあなたにも伝えたいと思ってる。ありがとうサム。君のおかげでデスストランディングの研究はさらに先へと進むはずだ。君が回収してくれた錆体付きのアンモナイトや私のところに運んでくれたママの遺体や錆体のことも分析が進んだ。蘇った過去のデータとの照合もすることができた。一度私のラボに戻ってくれないか。カイラル通信の中継拠点を設置するための準備も整った。中継拠点の修復に必要な機材は私のところに揃っている。頼んだよサム。さあ、あとは戻るだけと。新しい依頼があり。これはハートマナ持っていこう。グレネードランチャー持っていってみよう。まあ、結構積んだ状態でね。待て、30分以内か。しかもこの1はいらねえ気はするか。スリップグレネード、麻酔、はあ、かなりだね。おお、それは持っていくよ。さあ、ルートを決めていこう。どうだ。
いいえ、こっちか。いやー、しても雪山は劣化が早いね。回復完了。ちょっとお借りしていきますよ。マッキンキン。落石。さて、いけるかな？やっぱこう雪山用のがないっていうのがまたね。滑ってんのか。落ちるね。どうしてもここ引っかかるね。なんで横に行きたがるかな。もういいや、やめよう。いやー、いくらなんでもそこまでダメとは思わなかった。やっぱバイクの方がいいね、そういった意味ではね。バイクが使えるのは通路ぐらいかな。
さあ、なんとか戻ってこれたんだけど、まあまあなんとかって感じだね。いや危なかった。おお危なっ。お疲れ様でした。ライトニングブルー、これは普通の納品で、問題はこっちだね。さあ本題の魚を持ってきたよ。お疲れ様でした。結果を表示します。スピードは1だけか。速度のグレータが10以上になりました。サムが疲れにくくなりましたと。持久力がついたってお感じか。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際。新しい依頼、やっぱハートマンの部屋に行く感じか。さあ話、おお走る。じゃあ話聞きますか。ありがとうサム。過去とつながることで様々な手がかりが判明したよ。大丈夫だ、今帰ってきた。時間はある。ママに会った時、君に強い抗原抗体反応があったはずだ。そうだろ。 BT がいたからな。それもあるが、その他にも理由があるんだ。彼女の体内から大量のカイラル物質が検出された。それは君の体やスーツの表面に付着しているのとは訳が違う。あらゆる細胞内から検出され、しかも細胞活動は止まってる。君があそこで会った BT は特殊だった。彼女の子供であり、彼女自身のカーでもあった。カーとハーは通常のように分離せず、細胞を介してずっと繋がっていたんだろう。そう考えるしかない。それで彼女に触られてもあざにならなかった。それだけじゃないんだ。あと10秒です。5 4 3 2 1。記録時間を細工した。ここからは本部の記録には残らない。見てくれ、デッドマンのメッセージだ。最大と一緒に入ってた。へえ。すまなかった。また内緒で荷物を忍ばせて。だが何としても大ハードマンには内緒にしたかったんだ。記録に残らない荷物にする必要があった。まだ秘密にしておきたい。大ハードマンの疑いが晴れたわけじゃないからな。サム、それはブリジットの最大だ。密かに切断しておいた。え、ブリジットの？繋がっている細胞ではない。体の外側に向かって生えていた。大統領に頼まれたんだ。デスストランディングを乗り越える鍵があるかもと。ただし長官には言うなと口止めされていた。その細胞は腐ったりネクローシスしたりもしない。
なんていうか完全に時間が止まっている。ハートマンなら何かわかるかもと思ってマウンテンノートシティ経由であんたに届けてもらった。いいね、好きやね。推測は正しかった。これはママーの遺体と同じだ。どういうことだ。ママーとこの細体には共通点がある。細胞内から大量のカイラリウムが検出された。つまり大統領の細体はビーチにつながっていた。だからこれも時間の経過を免れた。それを私なりに考えてみたんだ。あくまでも仮説だが聞いてくれないか。かつて地球の生命を襲ったビッグファイブをはじめとする大小さまざまな絶滅、それらは地層に刻まれて記録されており、それらどの地層からも大量のカイダル物質が検出されている。つまり過去の絶滅期にも現在と同じように各地にビーチが出現していたのではないかということが言えるだろう。それはつまり、さあ、デス・ストランディングは過去に何度も起きていたのだ。復活した過去の記録と研究から考えられるのは今が第6の大きな絶滅期だということだ。6番目の、まさか。これは知っているか。1万年前の氷漬けマンモス。正解。これは5300年前のアイスマンだ。彼らにも細体があったんだ。バカ。そして例のマンモスやアイスマンも実は氷漬けされていなかったとしたら、つまりママの遺体のように時間が止まっていた。うん、 DS が起こったおかげで検体が全て失われてしまった。だからもはや実物を調べることはできない。しかしデータの断片は残っている。カイダル通信でそれらをつなげばエボデボ技術によって再生することができるかもしれない。ではこれはどうだ。6550万年前のへその緒がある恐竜の死体、しかも腐敗していない。 ありえない。へその緒があるのは哺乳類だ。いや、これは我々が知っている母種をつなげるための細体ではない。これはおそらくあの世とつながるストランドの一種なんだ。私の仮説だが、哺乳類の細体は DS の細体を模倣して進化したのではないだろうか。 DS は必ずしも生物にとってネガティブなものではないのかも。三葉虫、アンモナイト、恐竜、マンモス、アイスマン、いずれも時間が止まった状態の個体が発見された。かつて絶滅した生命になぜか細体があった。それらは全て細体でビーチにつながっていた可能性がある。さらにこれを絶滅体仮説と重ね合わせてみると、細体付きの生物こそが絶滅体ではないかということが推測できる。そうだサム、絶滅体はその細体によってビーチとつながっていて、その力を使い何らかの方法によってデス・ストランディングを招くというわけだ。ブリジットも絶滅体だったと言いたいのか。いや、それはまだ断定できない。というのも大統領の遺体は君が焼却してしまったからな。確かヒグスはアメリオを絶滅体だと言った。ドゥームスでもないと。サム、いいか、ブリジットが絶滅体だったと仮定すると、娘のアメリも絶滅体である可能性はある。少なくともブリジット亡き今、ヒッグスはそう考えているのかもしれない。奴は絶滅体のアメリを使って一気に大量絶滅を起こす。どうだろう、絶滅体という種の一個体にそれほどの力があるかどうか。彼女が絶滅体かもわからない。しかしヒッグスはアメリを利用しようとしている。そうだ、
一刻も早くアメリを救わなければならない。あと1分です。どこかに捕まってください。これは本当の警告だ。サム、西へ向かってくれ。ダイハードマンとはどう接したらいい？今まで通りにしてくれ。私たちが疑っているのを悟られてはいけない。いずれにしろ今はカイラル通信をつなぐしかない。分かった、うん、ラボのセキュリティをロックします。さあ、まあ、ダイハードマンちょっと怪しいみたいだね。準備は整った。タールベルトの沿岸に向かい、カイラル通信の中継拠点を修復する。そしてそこにキューピッドを接続するんだ。必要な機材はそこから持っていくしかない。代わりの機材はない。壊してはならない。荷物は大量にある。おそらくこれまでで最も困難な配送になるだろう。中継拠点の建設予定地についてはハートマンが詳しい。もう起きてもいい頃だろう。 AED を起動します。クリア。すまない、話は聞いたよ。沈んでしまった中継ステーションが建てられる前に候補地となっていた場所がある。ところがここは建設途中で破棄された。なぜなら安全性に多少の不安がある場所だったからだ。だが今はこれが唯一の命綱になる。そこをカイラル通信の中継拠点として使うんだ。幸い現地には当時の基礎システムが残っている。あとは君が必要な機材を運び施設を修復させてほしいんだ。今はカイラル通信を西へ伸ばしアメリを救うことが必要だ。君だけが頼りだ、サム。まあまあ、とりあえずっていう感じだね。この辺りを預けて。いやー、どうしたもんかねというところだけど、酸素マスクもいいかな。うん、使ってるのか分かんないけど、まあ、とりあえず、まあ、話は進んでいったんで今回はここまでにしましょう。やっと西に行く感じか。こっちだよね多分ね。うん、だと思う。まあ次回はとうとう最後かなと、カイラル通信をつなぐとかね、と思います。いやー長かった。まあまあ、次回も同じようにデスストランディングやっていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。